はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。では今回はですね、パワプロっていうのはあるんですが、すごく久しぶりにパワプロアプリの動画を撮っていこうかなということで、いつもねパワプロはミガミックスの方がメインでサクセスやってると思うんですけども、ミガミックスの方はパワプロアプリの方は動画を撮っていないので、今回はねちょっと僕の方がやっていこうかなというふうに思っています。で今回はですね、というかそもそもなんですけど、そんなに重課金をしているわけではないので、そんなにねデッキが揃っているわけではないので、暇つぶし程度に見ていただければ嬉しいなというふうに思っています。で今回の目的なんですけども、実はまだですね投手で SS 投手を作れていないので、シラス高校を使って投手 SS にチャレンジしていきたいなというふうに思っています。でデッキの方ですね、デッキの方は前さん後さんということで、スバル、風薙ぎに、シゲノ、これが前ですね。で、後ろ3人がそのまま後ろというところで、真剣野球ちゃんを今回 PSR で借りてきているので、この辺りの性能もちょっと見ていければいいかなというふうに思っています。でアイテムの方は天才の入部届か招き猫か、その両方か迷ったんですけど、ちょっと動画を撮っていく中でありがちなサボり癖とかがつくと悲しいなと思ったので、今回は招き猫とあと万能薬ですね、万能ドリンク、これを持ってきています。では早速プレイしていきましょう。千丸がついてくれたら嬉しいなと思ったんですが、やっぱりそうはいかないですね。無限指導を狙ったデッキにはしてあるので、なんとか無限指導を早い段階でどんどん発動していければいいかなというところですね。あとどうしてもね彼女をクリスマスまでに作っておきたいので、そのあたりは妄想をうまく絡めていければいいかなと思います。やっぱね重課金してる人たちに比べるとどうしてもデッキ的には物足りないかなというデッキにはなってしまうんですが、それでもねここぞという時にはある程度課金はしてきているので、デッキ自体はね揃っています。で真剣野球ちゃんも、プラ2までは持ってきたんですが、どうしてもプラ3にできなかったので、今回 PSR 運よくお借りすることができたので、それを使っていこうというところです。でミカミックスのね動画僕もよく見てるんですけど、ミカミックス結構守りのプレイが多いかなと、具体的に言うと10% 怪我率超えてたら結構回避する傾向にあるじゃないですか。僕はもう自分の中で 10% 台まではやるというふうに決めてもうやってます、割り切りで。結果的に怪我することはよくあるんですが、そこはね割り切りですね。でここはおかずをあげていいやつになっておきましょう。もうこれでどうだろう、評価は乗ってないか、まだ乗ってないけど、ここは重野の無限指導を使っておきましょう。一度もうあと1回ぐらい一緒に練習できれば彼女評価は乗るんじゃないかな。もうね本当にすごく久しぶりですね、アプリの動画を撮るのは。昔はですねアプリの動画も撮っていたんですけど、やっぱり重課金されてる方に比べるとどうしてもみすぼらしい動画になってしまうというのもあって敬遠していたんですが、ちょっとやってみようかなという思い立ちでやってるので、もしかしたらすぐにやめたということで継続しない可能性もあるんですが、なんとか週に1回ぐらいはアプリの動画も撮っていければいいかなというふうに思ってます。で昔撮ってた動画はね結構めんどくさいことを我慢してというかいろいろやっていて、ここはいや指導に行こう。変化球でどの変化球がスタジアムで一番打たれにくいかとかそういう検証とかもやってたんですけどね、最近だともうだいぶ、選手自体の性能が上がってきちゃってるんで、昔のそのやっていた時のものが有効かどうかというとちょっと微妙かなと思います。しかも真剣野球ちゃん失敗したか、あれうまくいくとね縛り確かプラ3でもらえたかなと思うんですけど、ちょっと失敗しちゃいましたね。かつやる気も限りなく落とされたけど、ここはねやる気どうのこうのっていうよりかは指導重視の
高校になるかなと思いますんで、まあ、このまま進めていっちゃいましょう。まあ、どっかでね、ラブモードを発動してくれれば、一気に気持ちも上がってくるだろうし、というところだけど、いないね。余裕を持ってたら、何気にセクション1が終わっちゃうんで、そろそろ、彼女評価を気にしていきたいな。ここどうする？バンプ高校 D で行こう。今のところで、結局どの高校を選ぶかっていうのが、一番重要になってくるところなんですけど、まあ、当然強い高校を狙えば、なんだろう、高いポイントがもらえるんですけど、逆に負けちゃうとね、全然ポイントが入ってこないっていうのもあるので、まあそこはもう勝負かなと思います。いないね。彼女評価を上げておきたいけど、いないんだったらもう寝よう。寝れないか、さらに不眠症。まあここはしょうがないな、早いけど万能薬使っちゃいましょうか。万能薬使っちゃおう。寝れないパターンはめんどくさいからね。まあ、このためにむしろ持ってきたと言ってもいいので、まあ、ある意味正解といえば正解ですね。まあ、天才ついたけどサボり癖ついちゃって微妙っていうパターンも結構ありますからね。まあ、それを避けるっていう意味ではマネキーを持ってきたんで、まあ、よしとしましょう。バンプ高校相手には同点止まりか。 SS の夢は遠のいたな。まあ、ただ諦めずに行きましょう。まあ、962、セクション1で962はちょっと厳しいな。12300は欲しいですよね、最低でも。待ってくれ、危ない。ここでいきなりサボり癖ついたら笑えないからな。どうする？ここは指導でいこう。いやー、ラブモード狙った方が良かったかな。まあ今更だな。そろそろでも本当に彼女評価を気にしていきたいな。スタミナ57は上げられるけど、上げられるから上げましょう。上げられないし、マジか。なんか全体的に微妙な感じになってきたな。かといって風間木のタッグを組むほど、微妙だしね。まあここは妄想しとくか。スバルの前部結構重いですからね、こなしておきましょう。で、彼女評価を気にしていかなきゃいけないんだけど、一回彼女がいたらどんなことがあっても踏みましょう。そうしないといないけどね。クリスマスまでに彼女がいない、一人クリスマスになる可能性が出てきたな。マジか、ポーカーフェイスもいらないしな。まあ、ここは火をつけるでポイントをもらっていきます。いたー。もうここは他を見ずに行きましょう。あとは乗ってるのを確認して、乗ってるのを確認したけど、これお正月が一人になる可能性が肩爆弾か。なんか全体的についてない雰囲気になってきてるな。ここはどうする？練習したいんで夕食をおごってあげて体力を回復しておきましょう。待ってくれ、これはまさかの一人クリスマスあるな。一人クリスマス、危なかった。一人クリスマスはなんとか避けられましたね。ちょっとね、投手の SS がすごく遠いんですよね。どうすれば投手の SS いけるのか。まあ多分全力学園が一番今だと近道なのかなという気もするんですけど、デッキはねそれなりにキャラクターも
解放も進んでるので、おっと一人お正月、まあ、ここはじゃあ体力はあるので矢部くんとお正月を過ごしましょう。さあちょっとこっからなんか巻き返していかないとかなり微妙な感じになるな。総変化量4、これはいける？いけるね。あ、スバルから折り編をもらっておきたいのでスタードライ。まあ4変化量あればよっぽどじゃない限りはスタードライバー成功できるんじゃないかなと経験値的には思うので、まあ、そこはあまり気にしなくていいかなというところですね。ここはデートを進めておきましょう。これは待ってくれ、チーム評価も A に行かないパターンあるな。ちょっとここから本当に巻き返していかないと、なんだこれみたいな本当にしょうもない動画になる可能性があるな。スタミナ57はこれはいけるでしょう。行っておいて、あとは特能でもういらないよっていうのを潰しとこう。カチュウいらないね。リリースも潰しとく。他なんかもういらないっていうのあるかな。いや結構みんな重たいな。運任せになるけどしょうがないな。どうしても金徳の骸骨は欲しいですからね。しかもできれば4ぐらいよ。いやヤギューちゃんもな、さっきの縛りのイベントが失敗すると結構痛いよな。ここは北雪にしよう。ちょっと B に勝てる気がしないんで。これでどうだろう、根性は3まで行ったので友沢からうまーく5根性プラス3でもらえればいいかな。ここで失敗しなかったのがまず一つ目ですね。あそこで失敗する可能性もありますからね。あとちょっと迷ったのが暁守を入れるかどうか迷ったんですけどね。休息のコツをもらってコントロール、休息のコツですね。休息、5% つけるかどうかというのをまあ迷ったとこなんですが、北雪このままいってくれ。よし1点守りきりましたね。2400か。いやーこれは S3 とか4とかそんくらいの選手がなんか普通に出来上がりそうな気がするな。球速130にはいけるね。これは上げて青コーチを踏みましょう。おっと肩が痛むがあるので、いやこれ本当にあるな、肩爆弾爆発の危険。ここプラス3で来い。プラ1か。まあしょうがないね。でデートはまだ1回しかできてないよね。なのでデートもちょっと踏んでいかなきゃいけないんだけど、ここは補給でもいいからコツを踏んでいきましょう。クイック、クイックも4まで来たね。クイック4まで来たらもういらないかな。取っちゃいましょう、まあ、それなりに多分臨床も溜まってるよね。キレも取っちゃう？ただ変化球ポイントが全然溜まってないな。どちらかというと打球反応を潰そう。牽制も潰しちゃいましょう。尻上がりはどうする、取っちゃうか。ど根性がきついよな、精神179持ってかれるっていうのは。他取れそうなの、まあ復活はね後々取るとして、バント封じ、バント封じも取ろう。先制ストライク、悩ましいな。手応えも悩ましいけどまあこれくらいかな今すぐ取れそうなのは。あとは
残しておきましょう。ここはゲート消化しちゃいます。ちょっと体力はもったいないですけど、やることがない時にゲートをしとくっていうね、男としてどうなんだっていうのはあるんですけど、さあどうかな。ちょっとこのままいくと非常に微妙な選手が生まれ出そうな気がするんで、スバルのオリ編のイベントも全然進んでないね。チーム力ようやく B か、 A に届くかどうか本当に微妙ですね。この段階で B っていうことは、この次はどう考えても、デートせざるを得ないかな。伝染する投資ってなんだっけな、すっかり忘れちゃったけど、止めるにしたら確か成功失敗があったような気すんだよな。いや、止めるにして成功狙いでいこう。なんかスライディングで、おお大丈夫だったね。なんかありましたよね、スライディングがズシャーみたいなのが。いや、ここは青骨を踏む。そろそろ精神が溢れそうだ。でやる気を落とされるんで、ここでそしたら踏んでいく。スライダーカーブ1個ずつ上げて、でデートしておきましょう。いや、何がきついって結局金徳も全部進まずにフィニッシュっていうのがね、一番きついんだけど、脱三はもう取っていいかな。これで4になったはずなので取っていきましょう。で精神ポイントに少し余裕がありそうなので、ここはど根性も取っちゃいましょうか。根性が3、ど根性が1なんで精神ポイント結構持ってかれちゃうんですけどね。ちょっとこれは怖くて無理だな、さすがに40は無理だ。なのでここでデートを使っていきましょう。でその前に打たれ強さも取っちゃおうか。キレも取る？いやー、キレはちょっときついな、全然ないもんね変化ポイントが。重い球は取っていいね。ど根性も取っちゃいましょう。で脱散取って、逃げ球はちょっと変化ポイント使うのは無理だな、緊急登板も取ろう。内角もちょっと取っておきたいぐらいのポイントだけど、金縛りが結構きついね。これ縛りもう2個欲しいかな。じゃあここはデートを入れていきます。いや本当に A に届かない可能性があるんで、まずそこが心配だな。どうする？ここを、いや、ここはもう一回連続でデート入れちゃおう。いや、A に届かない上に金徳も完走しないっていうしょうもない動画が出来上がる可能性がある。形勢逆転は1か。全体的にちょっと微妙な風合いになってきてるけど、ここは手打ち付け強さ B でいこう。もうデートを気にしなくてよくなったので、あとはもうひたすらに青骨と体力管理ですね。ではここで取れるもの取っておく。玉持ちも取っていいよね。いや本当に変化球がやばいな、なさすぎて。形勢逆転は置いておきましょう。金縛りも置いとくしかないからな。速球対抗者は取ろう。
で、あとは試合に勝つためにということで140キロまで上げておいて、コントロールがめちゃくちゃ低いな。 B は欲しいな。これでいこう。まあ、なんとしても優勝するのは絶対条件ですね。まあ、ちょっと SS はもう厳しいかなとは思うんですけど、それでも S8 ぐらいに入ってくれば投手としては一応使える投手には入ってくるんで、自分のあのスターティングオーダーとしてはね。で、最後なんとかさよならしてくれたね。この 35×4 も結構大きいからな。まあ、全体的にはね、ちょっといろいろ微妙なところも多いんですが、投手のコツ、もうこれで投手がプラス3になったかな。いやー、これは無理だな、さすがに無理だ。なので、ちょっと待ってね、デートをしておいた方がいいよね。全然足りてないんで、喫茶店に行って45確実に回復しよう。ここはジャイロボールにするでしょ。ジャイロついただこれ失敗する可能性ってあるんだっけ、そもそも。まあ、ただもうここまで来たら何もないからな。いや、本物のまっすぐに行ってそもそも何かあったんだっけ。いや、ジャイロ回転について聞く以外にないからな。成功してくれよ。うわ、失敗した。いやー、非常に微妙な形になってきたな。球速148いける？球速148いけるね。いやー、ジャイロ回転も失敗したか。もうちょっと球速必要だったかな。これ伸びもらえるんだっけ。伸びだね。さて、ここだ。23は無理。23は無理だ。23は無理なんで、デートをしておきます。喫茶店。こいつ毎回喫茶店しか行かねえなって思われたとしても喫茶店に行きます。これでどうだろう。評価的にはマックスまで行った。あ、まだ行ってないね。だったら確実に評価を乗せておきたいので。投資潰すの忘れてたな。これで乗った。完全に乗った。しまったー。確認をしようと思っただけなのに。まあ、ただ幻の一球は欲しかったので、まあ、よしとしましょう。結果的に。さてと、ここまで来たら、あとは潰しておきたいものがあるかという観点で見ておくと、まあ投手はもうプラゴなんで潰す必要はないでしょ。逃げ玉、対強打者を解く。復活はもうこれ以上どうにもならないので置いときましょう。安全圏もいいよね。手応えもちょっとどうにもならないしな。いやー、荒れ玉とかほんといらないわ。そういうのが来そうな気もするけどね。計測鑑定。まだ来てないの誰いる？そうか、以上なんだな。シゲノが失敗してるから以上ですね。総合評価はなんとか A に乗りましたね。ちょっと危ないなとは思いましたけど、なんとか乗ってはくれたかなというところですね。球速158、これは無理だけど、無理だけどダブルタックが来てるんでここは踏んでいきましょう。タイピンのコツか。タイピンは1だとちょっとさすがに潰せないというかな、取れないからな。
変化量も全然伸びないね、このままいくと。あとは試合で使えそうなものを取っておく。タイピンとかな、取っときたいけどな。タイピン取ると1だけ取ろう。これは試合に勝つためと割り切ってこれでいきます。まあ、どうしてもね、試合には勝ちたいんで、試合に勝たないと、このままだと多分 S1 ランクの選手ができそうな気がするんで、ね、ヒット0本でどうやって2点も取ったんだろう。このピッチングは基本的に僕は低めのアウトコースとインコース、あとは緩急をつけながらっていう攻め方ですね。いや、ヒット0本でよくここまで、まあ1本打ちましたけど、3点取ったな。打線が貧弱すぎないか。ここはもう全力でいきましょう。追い込んだら三振を狙って確実に0点を取りに行く。ノーアウトランナー三塁一塁とか本当やめてほしいですよね。あとは9回の表を抑えればいけるかな。よし、まずは1回戦目、ラズベリー相手には完封。タイピン。もうちょっと待てばよかったかな。まあしょうがないですね。あとはどうする。変化量が取れて筋力がちょっと余っちゃうんで、スタミナを B ぐらいまで上げときますか。やっぱり完封するのとしないのじゃ全然経験点が変わってきますからね。試合による経験点が。ちなみに今イベントとしては何でしたっけ、なんかチャレスタじゃないし、なんかそういう名前のやつが始まってますよね。あれのイベント用のキャラも全然作れてないんで、作っていかなきゃいけないんですけど、やっぱね、社会人ってなるとミカミックスみたいに自営業だとね、好き勝手、まあ好き勝手っていうとちょっと語弊がありそうですけど、あると思うんですけどね、普通のサラリーマンだとなかなかしんどいですよね。他のゲームも収録しつつパワープロもがっつりやるってなると大丈夫だね。なかなかねしんどいんですよね。ピンチが結構続くけど、4回表ランナー3塁2塁、ここは確実に抑えたいので、追い込んだら三振を取りに行っちゃいましょう。まあ、試合数が多いんでね、シラスは結構時間はかかっちゃいますよね。それでもね、なんかシラスが好きなんですよ。よし、ここも完封ですね。そうそう、チャレンジスタジアムだ。チャレンジスタジアムリーグ2。これ踏みたいけどな、この勇気はないわ。さて、どうしようかな。スタミナ A まで上げる意味があまりないので、キレを取ってもしょうがないしな、低めもしょうがない、逃げ球取ってもしょうがない。ここはじゃあ残りの金徳を取るためにちょっと取っときますか。あとは試合に勝ちやすくなるために
形勢逆転ととく、まあ、試合に勝ちやすくするためという目的で。ピンチの後に味方の打撃が上がるということであれば、ここを抑えれば1回の裏からシラス打線が全開になってくれるわけでしょ。4番が雑賀か。雑賀は怖いな。ちょっと際どいボール気味のボールで攻めていこう。ここ三振狙う。いやー、まだ1回だよ。よし、いいとこに決まったな。いや、さすがに形勢逆転発動しただけあるね。1回の裏いきなり点を取ってくれてる。形勢逆転ちょっとこれから積極的に試合前に取っていこう。で、ここは8回の表、パワー G、ミトシー、皆川君で合ってる読み方。ツアーとか、ここは絶対に打たれたくないので、パワー G の相手とはいえ確実に三振を取りましょう。いや、本当にね、投手 SS とか作ってる人たちすごいと思うんだよな。しかもデッキとかを見ると、まあ、もちろん、あ、このデッキはすごいわっていうデッキの人ももちろんいるんですよ。 PSR のプラゴが、まあ、何枚か入ってたりとか。ただ中には、いや、このデッキで SS 作れるんだっていうデッキの人が載せていることもあって、そういうのを見ると、どこがどううまく噛み合ったら SS に行くのっていうふうに思っちゃうんだよな。まあ、今回はもう完全にね、ヤギュウちゃんのイベントでも失敗したし、シゲノのイベントも失敗したんで、まあ誰がどう見てもダメだよねっていうのはわかるんですけど。まあ、できればね、ヤギュウちゃんの性能をもうちょっと十分に活かしたかったんだけど、ただシラス固有の青骨を踏みまくるという意味ではしっかり踏めたかなとは思います。さて、1点先制されてるな。なんだろう、タイムリーツーベースを一塁ランナーがいる状態で打たれた感じかな。でピンチの後抑えてな、おお、ただ逆転してくれたか。これさ、もう投手に関して言うと、自分が抑えたとしても今みたいに知らないうちに失点をしていて負けるっていうパターンが往々にしてあるんで、どうにもならないことってあるんですよね。まあ、今回は知らないうちに点を取られていて逆転してくれたので良かったんですけど、自分が投げて点を取られたんだったら確かに点取られたよねというのでわかるんですけどね。まあ、ランナー一塁の状態で例えばツーランホームランとか浴びてしまうと2点打たれてしまって、ただ自分を操作していないという中、味方が0点で終わってしまうと結構ね、悲しいことになるんですが、特に騎馬相手だとね、打てないとき全然打てないですよね。まあ、1失点だったら経験点的には十分な量入ってくるかなと思います。1失点完投なので、これで経験点どんくらい入ってくるんだろう。60か。あと3試合かな、甲子園で。ここもヤギュウちゃんの青コツを踏んでいきます。スタミナ4増えたのは大きいな。アウトローのコツも手に入れた。そうか、全体的にもうワンランク能力上げといてもよかったかな、甲子園に来たんでね。ちょっとこの後、まあ、もちろん勝つ前提なので、赤壁に勝ったら能力をまたちょっと全体的に見直していきましょう。関連か。三国志はね、結構好きなんですけど、ただ武将の名前がやっぱり難しいですよね。
いや、そうそうとかね。強いだろ、大丈夫か。うわー、打たれたか。2点はちょっときついぞ。どうする？マジか。ここは何としても切り抜けよう。なんとか点を取り返してくれた。本当にダッシュ陣頑張ってくれてるわ。ただノーアウトランナー三塁一塁、しかも一塁から、うん、1番からどうする？これ、早め早めで勝負していこう。打たれてるからね。よし、これは大丈夫。いやー、いいプレーするね。守備 S ですからね、うちのチームは。守備力 S。しかも昇格がそのままバッターボックスに立つんだ。ミートは高いね、確かに。あまり昇格のミートに関してというかバッティングに関して注目したことないけど、これは大丈夫だね。いや、チーム力 A、 その中でも守備力 S ってなってくると守備に関してはかなり安心感がありますね。さて、ここは足りないものを潰していく。監督評価とかいらないから、うーん、どうしようかな。変化球、いやー微妙だな。能力的に何が欲しいかっていうので見ていこうかな。まあ折り辺をプラゴまでは欲しいので少し上げておきましょうと。あとは球速を155までは欲しいな。毒能で言うと、あとはキレを取っとくじゃ。いや待って、キレ取るとこのあともしかしたら届かない可能性がありますよね。折り辺のプラゴが、プラゴというか変化量5がであれば、ちょっと投手とか取っておいて復活はいらないからな。今だと球速安定を取ろう。荒れ球もいらない。こんなところかな。そうすると変化球を取っとく。まあ全然もらえないけど、いや文武両道高校も強いからな。まあなんとかここまでトータル2失点かな。街道、うん、木場のところに1点と石壁のところで1点なんで、ここまで2失点できてるからね。パワー G、 パワー G だったらゲッツーだろう。よし、いやー守備力 S 硬いわ本当に。ミカミックスがペナントの動画で守備がどうのこうのって言ってたと思うんですけど、守備 S のチーム強いですね。さあ最後、これはうわ、16で失敗するか。まあこれが今回の動画の全てを物語ってるな。さあ最後は暁ですね。変化球は多分これはいけると思うので、155まで取れないんだ。76って最後でかいもんね、上げるのに。そうなるとどうする？どうしても押さえておきたいものあれば押さえておこうかな。まあ復活ももうこのタイミングで取っちゃおうか。で逃げ球も取ろう。いや逃げ球取るとオリジナル変化球スタードライブが5までいけない可能性があるな。まあ、逃げ球必要ないな。いやーでも本当にあれだな、ヤギュウちゃんの縛りイベントとチゲノの転職が失敗したのが痛いな。しかも今回はあれか、
調子が絶好調じゃなくなっちゃってるんだよな。怪我したからね、最後の最後で。7位か、危険極まりないな。振ってこられると本当に怖い。あの野球漫画で言うとね、僕あの全然違う話するんですけど、タッチがねやっぱ好きなんですよ。なんでタッチとのコラボとかね期待したいんですけどね。うん、これは落ちるな。満塁、ノーアウト満塁か。で6本木、うん、いいとわしい。まあ普段だったらそんなに怖いバッターじゃないけど、ここは確実にワンアウトを取ってゲッツー狙いでいきましょう。まあ走力はいいなんで、まあ、普通に転がれば、よし、ここはボール球のつもりで投げたボールがストライクに入ってくれたんで、おのじ。怖いのはこいつだな。ただどっかで勝負をしていかなきゃいけないからな。打たれた、これは落ちるな。まあ、シングルで済んでよかったですね。で4条、ここからただ上位打線につながっていくと大量失点っていう可能性があるんで、しかもね暁守る相手にそんなに点は取れないでしょう。後半1失点でなんとかしのぎ切りましたね。あとは追加点が欲しいけど、復活が発動したの、復活が。やべ、あと怖いのは一発系だな。逆転ツーランみたいなパターン、これは追いつけない。うーん、同点タイムリー。ここで同点タイムリーか。同点タイムリーで止めとかなきゃいけないですよね。 OK、 あとは味方打線の奮起に期待しよう。よし、勝ってくれた。いやー、チームは本当に今回よく戦ってくれましたね。悔やまれるのは重野、柳生ちゃん、この2人かな。まあシラスだったらドラ1は確定なんでいいでしょう。で先発でいきましょう。まあちょっと先発投手の更新はできなそうだったかなと思うんですが、まあ久しぶりのパワープロアプリの動画の収録ということなので、まあこんなところかなというところですかね。じゃあ能力アップ最後やっていきましょう。まあ不屈の魂は取ったとして、変化球はいけるね。でスライダーも取っちゃおう。これで他の例えばキレとかが取れなくなるんですが、まあいいでしょう、そこは諦めましょう。で基礎能力を上げていく前に中継ぎ適正と抑え適正も取っちゃって、あとは150キロまで上げてスタミナを S まで伸ばそう。で余ったのが対左投手。あとはなんか取れるのある？荒れ玉とかいらないからな。いや待ってね、今思えばどうだろう、コントロールがそもそも D しかないんで、荒れ玉取ろう、荒れ玉取ろうと思って取るのは初めてかもしれない。さあこれでどこまで伸びるか、ちょっと最後まで見ていきます。 S4S5 か、まあこんなもんだよな。ちょっとね SS の挑戦ということで、まあ、週に1回か2回ぐらいの頻度になっちゃうかなと思うんですが、アプリの方もプレイしていっていますので、アドバイスの方いただければ嬉しいなというふうに思います。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。
ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。